続いてはスポーツです。いわき市で今日中学駅伝の県大会が行われました。今年は新型コロナの影響で全国大会の中止が決まっていますが、駅伝王国福島を支える中学生ランナーたちが熱戦を繰り広げました。県中学駅伝女子のスタート地点に来ています。まもなくこちらいわき市の周回コースで号砲の時を迎えます。まずは女子のレース。地区予選を勝ち抜いた33チームが5つの区間およそ12キロをたすきでつなぎます。エースが揃う1区では去年区間賞を獲得した石川中の田本、連覇を狙う勿来1中のゼニアの3年生2人に注目が集まりました。注目の2人を差し置いて先頭を引っ張ったのは湯本一中の2年生本間。見事に区間賞を獲得し2位に19秒もの差をつけます。そのまま湯本一中はトップを譲らず3区の遠藤、4区の滝沢が区間上位の走りを見せ先頭でアンカーへたすきをつなぎます。2位は1区の6位から徐々に順位を上げてきた若松一中、アンカーの3年生馬場が22秒差で先頭を追います。馬場はラスト1キロ付近でトップの湯本一中を逆転、一気に突き放す圧巻の走りを見せます。若松一中がドラマティックなレース展開で今ゴールテープ目指して走ってきました。若松一中が最後馬場里奈見事な逆転優勝、今2年ぶりの優勝です。若松一中が2位の湯本一中に41秒の差をつけて2年ぶりの優勝に輝きました。絶対抜いてやると思って走りました。2年生の時に去年は7位という結果で東北大会にも行けなかったので、今回は優勝できてとても嬉しいです。一方男子は去年の全国大会で7位に入賞し大会連覇を狙う高田に注目が集まりました。6つの区間およそ18キロをたすきでつなぎます。2区で先頭に躍り出たのは2年ぶりの優勝を目指す地元中央大南の上村。県内の中学トップランナーは3キロを8分41秒という全国レベルの走り、区間新記録で2位の高田に15秒の差をつけます。しかし追う高田は粘り強くたすきをつなぎ4区で逆転。しかし中央大南も譲らずその後はマッチレースに。最後のたすき渡しでは先頭の高田をタイム差なしで中央大南が追います。高田の鈴木が2連覇に向けて今右手を大きく上に掲げました。そして今ゴールインガッツポーズ、高田が2連覇です。最後はわずか4秒差、高田が大会連覇を果たしました。もう3年間やりきった思いでした。いや2年生のおかげでもう自分がここまで来れたので、本当にゴールテープを切った時は感謝しかなかったです。